吉田さん BMW すごいっすねやっぱり感動しますよねあの実はね夏に私セルシオ買ったじゃないですかセルシオも注文からそれから納車までねやっぱこう3日とか4日に一度動画送ってきてくれてましたねずっとで、えー、私がオーダーした車がカタログ通りなのかあサイト通りなのかってことをずっと見せてくれてで私がこの辺見してくれませんかって言ったらそこにカメラをはわしてね で担当者の声で説明してくれたりとかして結構細かくやってくれましたねで気が付いたんですけどもその年賀状まあ来てもしょうがないんですけども年賀状もね送ってくれましたね非常にだから年賀状来たところで次いつ買うか分かんないじゃないですか車なんてでもこうやってリピートをなんとか掘り起こそうとしてるんだなと思いましたねプラスですねあのフェラーリもフェラーリって注文して納車まであの1年とか1年半あのオーダーメイドとか込みでね あの、オプションとか、1年半ぐらいかかるそうなんですけども、その、注文して、今、あの、色を塗ってますとか、組み立ててますとか、なんとかテストしてますみたいなの、なんかそう、ポイントポイントでね、動画送られてくるみたいなんですよ。だからそれが、一度フェラーリに乗ったら、もう乗り続けるしかなくなるような、心の捕まえ方をしてるそうなんですよね。で、フェラーリのオーナーさんっていうのも、やっぱりフェラーリ乗り継ぎたいから、ビジネス気合い入れますよね。そういった形で、富裕層っていうのは、 浮かびま BMW もすごいです、ね、やっぱりベンツもそうなんでしょうね中古車しか買ってなかったらなかなかわかんないですねまあ私の場合は中古車でねスルショーでそれ体験しましたけどもうんなんか嬉しいですよねあちなみにレクサスもね似たようなサービスしてましたねすごい細かかったですだから多分この1年2年でリモートでできるサービスは何でもしようみたいな感じで車とか特になってるのかもしれないですよ これからも本当にこう人の心をつかむようなサービスが勝つ時代に来るんじゃないかなと思います、はい。心をつかむサービスですね。私たちもやらないとね。